こんにちは。おいしいものが食べてよしだよ。最近ガリバタなんとかね、ガリバタチキンとかよ、ガリバタ、どうたらとかそんなもんが流行っとるじゃん。そんでもって今日はシュリンプエビでやっていこうと思ったんだ。ほんなら行こめんか。このチャンネルでは美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、今日はね、刻むものはニンニクとこのパセリしかないんだよ。でね、前スパゲッティだったかな、何かに入れた時はさ、あの茎は今日は使わないでおきましょうみたいなこと言ったんだけど、今日はね、茎の香りも、ちょっと使いたいので茎ごと、みじん切りにしますよ。例によってね、みじん切りって言ってもそんなに細かくなくていいです。これぐらいで十分。あー、すごい香りが立ってきた。こんな感じね。はい、次はニンニクだよ。ニンニクなんだけど、ちょっと今日量が多いからね、これ使っちゃおう。これでね、簡単にやっちゃいましょうね。これもね、そんなに細かくなくていいよ。もうええわ。これぐらい。はい、次はね、エビの処理をしていきます。これね、冷凍のむきエビで、この背わたがもうこうやって取ってあるやつなのね。便利なやつ売ってたんでね、これ使っていきましょう。で、これに、もちろんこれ全部あの冷蔵庫で解凍してあります。ここにね、片栗粉、どれぐらいだろうな、ちょっとこれ何とも言えない量ですね。大さじ1杯もうちょっと入ったかな。こうやってね、ちょっとこう揉んでやると汚れとかね、臭みが少し抜けますんでね。はい、こんな感じになったらね、ちょっと水で洗ってきますよ。はい、きれいに水でゆすいできました。でね、一個一個別にそんなに丁寧に拭く必要ないんだけど、ちょっと水気をね、これでペーパータオルで拭き取ってあげましょう。ざっとでいいですよ。はい、そうしたら、ビニール袋に入れます。はい、そこへね、塩を3本指で2つまみぐらいかな、ちょっとでいいですよ。お塩りだと甘く見たね。はい、さっきみじん切りにしておいたニンニクのうち小さじ1杯分ぐらい。はい、これはね、白ワインですね。白ワインは、やっぱり小さじ1杯ぐらいかな。おっとっとっと、あとね、オリーブオイル、これもね、小さじ2杯ぐらい。この辺はね、結構適当で大丈夫ですよ。はい、これをね、よく混ぜて、はい、ちょっとの間ね、冷蔵庫の中に入れときましょう。もうね、どうだろう、10分も入れとけば十分かな、こんな感じ。はい、ではね、実際に作るという 今でも作ってるわけだけど、はい、オリーブオイル、あんまりたくさんじゃない方がいいな。これを入れて、でね、ここへ残りのニンニクのみじん切りね、これどっさり入れるよ。はい、でね、弱火にかけます。はい、弱火でね、5、6分、炒めてるとね、こんな感じ、ちょっと茶色くなってきましたよね。これ黒くなっちゃったらもうアウトなのでね、ムラにならないように、絶えずこうかき混ぜながらね、炒めていきます。はい、これぐらいでいいかな。はい、ではね、これを一旦ちょっと紙の上にね、取り出しますよ。これね、上に出しておきます。
っとこう広げてね、油を紙に吸わせておきましょう。さあそれではこのいよいよ本体を焼いていきますよ。はい、入れたらもう中火ぐらいにしてちょっと火を強めてね、焼いていきましょう。あまりねここで動かさない方がいいです。全体広げたらねそのまま、はい、こんな感じでね、ちょっとこう汁気がなくなってくればひっくり返します。もう火はねほぼほぼ半分以上通ってるんですよ。エビって火通るの早いですからね。あ、やっぱりちょっとムラ焼けするかな。ちょっとこっち側があんまり焼けてなくて向こう側が先に焼けてますよね。そういう時はねもう迷わず、あ、これ取り出したな、向きを変えましょう。はい、両面ね綺麗に焼けてきましたよ。いい感じ。ちょっとね塩味を確かめたいので、もったいないな、一匹犠牲にしましょう。はい、この時点でね気持ち薄い方がいいのよ。あのバターをね有塩バター使いますからね。うわ、めちゃくちゃ美味しいこれ。はい、ここで一旦火を消してください。熱いうちにバター入れちゃうとね一瞬で焦げちゃうからね、バターがね。はい、じゃあちょっとじわじわじわっていう音がね少し鳴り止んだところでバター入れましょう。うわー、いい香り、たまらんなこれめちゃめちゃ美味しそう。はい、じゃあもう一回火つけますよ。で、前何かの動画でも話したと思います、焦がしバターっていうのはね、あの茶色くなっちゃったらもうすでにそれは苦味が出てますんでね、焦がしバターっていうのはもう茶色くなる前、うっすら色がついたぐらいかなっていうぐらいが焦がしバターですからね。そんな状態まで持っていきますよ。はい、これぐらいでいいでしょう。ニンニクを戻します。はい、また火を止めて、はい、じゃあ盛り付けていこうか。はい、ではここにね、イタリアンパセリ、これもたっぷりのせましょう。うわー、これまた香りが立つな。はい、ブラックペッパーだね。はい、ガリバタシュリンプ完成です。はい、じゃあね早速食べてみようと思うんですけども、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。さあめちゃくちゃねいい香りしてるんですよこれ。いただきます。うまいかこれめっちゃくうめえこれもう笑うしかない。いや本当に美味しいこれ。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。
もうこれねあのビールでも白ワインでもすごく合う、あ、白ワインすごく合いそうですね、合うんですけどもね、もうねちょっと冷蔵庫にね余分冷やしといてください。これもう絶対普段の量じゃ足りない、めちゃめちゃ美味しい。うん、エビのプリプリ感もそうですけどね、この、フライドガーリックを作ったじゃないですか、これがねめちゃくちゃいい仕事をしてくれてるんです。うん、このザクザクのその食感と、もちろんガーリックの香り、それが香ばしくなってね、めちゃくちゃ合うんだこれがね。あの市販のフライドガーリックっていうのがあるじゃないですか、あれではね多分この味にはならないと思うんですね。生からあの焼いていることで油の中にね、ニンニクのその風味が全部入ってるわけですよ。もうめちゃくちゃ美味しい、これちょっとね本当に自画自賛になっちゃうけど、これは本当に美味しい。もう絶対ねこれやってみてください。もう本当にねほっぺたが落ちるところも顎自体が外れちゃうぐらい美味しいですよ。もう気持ちね、味付けを濃くしてあげればご飯のおかずにもう持ってこいですよね。それこそワンプレートでね、ご飯と、これを乗っけて丼みたいにして食べても美味しいでしょうね。いやこれ久しぶりっていうか、もうおそらく始まって以来じゃないかな、もう随分投稿してますけどもね、で1、2を争うぐらいこれは本当に美味しいです。うん、美味しかったこれ。絶対やってくださいこれね、食べながらねいろいろ喋りましたんで、もう多くは語りません。本当にやってください。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。またね。これはめちゃくちゃ美味しいわいな。うん、最高。